はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。皆さんね、モンストとのコラボイベントいかがでしょうか。楽しいイベントだよね。もうこれね、かなり完成度高いんで、もうあと1週間ぐらいで終わってしまうのが非常に惜しい。これはね、イベントというよりは常設マップに入れてほしいよね。今日はですね、2019年12月前半イベント、次のイベントの話をしていきたいなと思います。内容についてはリーク情報を元にしたコナンの予想になります。皆さん、次のイベント何が来ると思いますでしょうか。あれですよ、もう大方の人が予想はついていると思います。イベントデータベース確認していきましょう。今やっているイベントがですね、11月15日からモンストコラボ第2弾重心化輪廻現れるおはじきイベント、そしてその前が11月1日からディシディアファイナルファンタジー NT とのコラボイベント第2弾プレステノクと現れる4周年記念イベント、まさかの連続おはじき、その前がですね、ハロウィン、妖怪ウォッチって言ったらね、その季節季節の出来事に敏感にね反応してイベントをやっていく。で、ざーっと見ていって、去年のね、今頃何があったのか、12月確認していきましょう。12月1日クリスマス、フィニャンサンタを探せ気まぐれゲート、そして12月の後半、12月16日から映画連動イベント空なき現れる期間限定マップ。ということはあれか、妖怪ウォッチプニプニの3ヶ月のダウンロードランキング、こちら見ていきたいなと思います。まあ今やっているイベントがね、どうなのか、最近妖怪ウォッチプニプニ人気ないみたいだけどどうなのか、ディシディアファイナルファンタジーとのコラボイベントでね、ガッとダウンロードランキング上がります。これはね、お帰りキャンペーンとかいろいろやってたんで来るかなっていう気はしてたんだけど、そしてその後一気に下がるかと思いきや、結構ねいいランキングをねキープしてるんだよね。モンストとのコラボイベント11月16日からということで、これを見るとさ、まあ、ニノックにコラボイベント、そしてプニプニカチカチきました、そのあたりと比べてもかなりランキングさ高い位置にある。だからプニプニ人気なんだよね。そして3ヶ月のね売上ランキング、運営的にはねこちらの方が重要です。これを見るとやばい、モンストコラボイベント順位的にはさすごいよ。これかなりねいい売り上げをねキープしている。もうその前のねディシディアファイナルファンタジー、そしてその前のハロウィン、そのあたりもねかなりランキングはね高いです。だからさ、なんだかんだ言って妖怪ウォッチプニプニ儲かってます。笑いが止まりませんよ。ちょっとね詳しく見ていきたいなと思います。これはですね少し拡大しました。売上1ヶ月間のねランキングになりますけども、まあディシディアファイナルファンタジーからモンストコラボイベントまでなんですけども、特にねこのあたり売上高い位置をキープしています。分析していくとこれね、まあ売上のさ大方はねこのゲームガチャが占めてるんだけど、そのガチャがさ結構小刻みでいろいろやってるんだよ。これちょっとねプレイヤー的にはこれもどうかなと思うんだけど、さっさと確率上げろよって思うんだけど、まあディシディアファイナルファンタジーの時に、まあ、不王の剣出現率アップとかね超アップ来ました。そしてモンストコラボ、これねいきなりね重心化輪廻の超アップは来ませんでした。わざとじらします。そしてその間にね復刻とか入れてきた、これが結構ね売り上げ的には大きな割合を占めている。だからさ運営うまいよね。まあいい迷惑なんだけど、ガチャスケジュール確認していきましょう。11月16日から11月19日イベントキャラの出現率アップ来ました。そして11月20日から11月22日までブラックダイヤニャンなどの復刻6体が来ました。これはね期間限定で今はねなくなっています。だからね欲しかった人はその時に狙っておかないともう手に入らない。そして今ですね11月23日から26日まで重心化輪廻の確率超アップ待ってました、やっと来ました。その後はですねもう11月27日から30日までのラストチャンスを残すのみとなりました。ラストチャンス果たしてねどれぐらいのチャンス来るのか微妙なんですけども、まあワンチャンあるかなと思います。で、気になる12月前半イベントは何なのか、皆さん何が来ると思いますでしょうか。クリスマスイベント、過去にコマサンタのプレゼント収集大作戦、そして聖夜のおはじきバトル、気まぐれゲート、フィニャンサンタを探せとですね3年連続来ました。ということはもちろん今年も
来るんじゃないの日野社長。2016年12月1日からはプレゼント収集大作戦ということで、争奪戦ですね。ジバニャンサンタチーム、そしてコマさんチーム、コマジローサンタチーム、3つに分かれて争奪していく。そして玉壊しです。そして強敵枠は各自ステージに登場するコマさんサンタ、むっちゃ強い現れました。2017年12月1日からは聖夜のおはじきバトルということで、キラコマサンタ SS ランク登場ということで、そして目玉はですね、極吹雪姫、これがねむっちゃ強い。僕はですね、実は極吹雪姫倒せませんでした。だからね、何気に持ってないんですよ。だから復刻してきたら欲しい。まあ極吹雪姫何回も復刻してるんだけど、なかなかねゲットできていません。まあでもね、今やっているイベントがおはじきなんで、そしてその前もおはじき、もうおはじきおはじき、さすがに3連チャンはないだろう。ここでおはじき来たらさ、もうプニプニやめた方がいい。もうタイトル変えてさ、妖怪ウォッチおはじきパズルとかね、もう変えちゃった方がいいぐらい。2018年12月1日からは気まぐれゲート、冬にゃんサンタを探せということで、来ましたよ冬にゃんサンタ。創造主の間、そしてプレゼントの間、冬の間ということで、最近気まぐれゲートイベント評判悪いんですけども、久しぶりにプレゼントの間が復刻するか、クリスマスだしね。まあそういう意味で改めてイベントデータベース見てみると、まあ最近来ていない気まぐれゲート一番可能性高い、もしくはマップでのお宝集め、もしくはワイメタル制作か、ちょっとねこの辺りで来るんじゃないかと思います。妖怪ウォッチプニプニなんですけども、何気にテレビアニメ妖怪ウォッチとね連動してイベントが来ることが多いんで、ちょっとねテレビアニメの方もね確認していきたいと思います。2019年11月8日放送第32話、日本全国コマミ探しの旅へということで、まあ、妖怪ウォッチワールドの方ではコマミのねイベントも来ていますけども、妖怪ウォッチプニプニではねまだコマミ来ていません。コマさんたちは京都の嵐山へと向かい、紅葉を眺めながらコマミを探しているものの、なかなか見つからない。すると今度は違う場所の紅葉の写真がインズラにアップされた。コマミは一体どこに、コマさんとコマジロはコマミを見つけられるのかということで、コマミ探しの旅来るか。2019年11月29日放送、まあこれからね放送になるわけなんですけども、第34話コマミッションインポッシブル前編ということで、ついに妹のコマミに会うことができたコマさんとコマジロ、3人でコマ母ちゃんの元に帰ろうというコマさんだったが、どうやらコマミにはまだやり残したことがあるらしく、ヘリコプターにコマさんとコマジロを乗せて大空に旅立つ。びっくりするコマさんたちにコマミは自分が YCPO の特別捜査官であることを明かす。なんで YCPO ってさ、だけどさ、なんかむっちゃ面白そうじゃないか。11月29日放送待てねえよ。一体コマミは何者なのか。にゃんぱち先生もね出てくるらしいです。ということはやはりコマミ探しの旅、クリスマスバージョン気まぐれゲートか。気になる登場キャラなんですけども、もちろんコマミですね。日本全国コマミ探しの旅で出てきました。名前は第2話から登場していたが、声は30話、姿は32話で初登場ということで、コマミ来る可能性高い。そしてクリスマスといえば、最近の妖怪ウォッチプニプニはですね、妖怪ウォッチワールドから妖怪をね連れてくるパターンが結構ある。ホーリーラビ、クリスマスにちなんだ妖怪、そしてウサピョンサンタ、今度はウサピョンがサンタになるか。クリスマスツリーと七面鳥、真っ白ケーキ、そして今回の目玉キャラは聖犬神。こちらワールドではランク S なんだけど、妖怪ウォッチプニプニでは SSS か。聖吹雪姫、こちらも来るとしたら SSS でしょう。欲しいね、やはりクリスマスと言ったら吹雪姫。コラボか。最近のねプニプニの運営は予想をさ、はるかに超えるパターンで来ることが多いんで、もしかしたらここはクリスマスイベントスルーするかもしれない。そしてコラボがさ3連続で来るかもしれない。あれだよ、皆さんが期待しているあのコラボがとうとう来るんじゃないか。まあそんなね噂があります。さあ皆さん何だと思いますでしょうか。
NHK とのコラボついに来ちゃうか。妖怪紅白歌合戦、前々からくるくる言ってなかなか来ませんでした。それがついに実現なるか。先日ですね、紅白歌合戦の出場歌手41組が決まって発表がありました。ざらっとね見ていきたいなと思います。まあ赤組はですね、まあ愛子、生き物語、石川さゆり、この辺はねもう常連ですよ。僕がちょっと注目しているのは、まあ、AKB48、そして乃木坂46、まあ、坂道グループ、そして今回初登場っていうのかな、日向坂46、これが来ますね。これあれだよね、今までは欅坂で活動していたんだけど、まあ、改名して日向坂ということで、まあ、初登場。まあその他にもかなり注目すべき歌手いっぱいいますけども、白組はですね、やはり今年はねジャニーズがね、まあ、激動の1年だったと思います。まあ、嵐、関ジャニ8、このあたりがね紅白に出てくるか。そして菅田将暉がなんと初登場ということで、まあ、ドラマでねすごく活躍したんですけども、菅田くんってさ実は歌ってんだよね。まあ、あとはねダパンプ、星野源とね、まあ、注目のね歌手いっぱい出てきますけども、紅白といったら特別企画枠、今年はですね竹内まりやが紅白にね出てくる。まあ、普段あまりねテレビとか出ない方なんですけども、しかもですね山下達郎と夫婦で共演の可能性もあるということで、もうこの山下達郎、これ山下達郎ですよ、生ハゲじゃありませんよ。山下達郎さんもあまりねテレビとか出ない方で、これがテレビで歌うっていうことでちょっとね楽しみにしています。となるとランク Z はやはり NHK と言ったらこの人じゃないの。立花代表ランク Z、 NHK をぶっ潰す、来るかもしくはねガキ使コラボが来るんじゃないのっていうね噂もあります。ガキの使い笑ってはいけないということで、2020年はですね発表ありました青春ハイスクール24時ということで、まあいろいろね事故だとかいろんなのもありましたけども、なんとか放送できるということで、まあ12月31日大晦日6時半から放送、むっちゃ楽しみ。となるともちろんランク Z はこれでしょう。藤原副社長、吉本興業の副社長でダウンタウンのマネージャー、あれですよ、遠藤、浜田、アウト、あの声の人ですよ。これがランク Z で来たらもうね僕はね課金してでもね取りに行きますよ。さあ皆さんはね次のイベント12月の妖怪ウォッチプニプニの、妖怪ウォッチプニプニの話をしてるんですよ、妖怪ウォッチプニプニの次のイベントはどんなイベントになると思いますでしょうか。コメント欄で教えてください。